ープレイかな。やっぱりそうやって思ってることとか心の中で思ってることって絶対に現実になって現れてくるからってすごい信じてて、ただ今回特に言えることがやっぱりその現場に行って助けられなかったもみんなが思うことって多分考えてることだから、もっと人をどういう風にみんなを助けられるのかとか、多分そういう小さなことからどんどんその希望が大きくなってつながってくると思うから、祈りが多分